おはようございます。今日は大分県の祖母山に来ています。祖母山は6つぐらい登山口があるんですけれども、今日はその中から、尾平の登山口から出発して、宮の原コースを歩いて祖母山の山頂を目指したいと思います。祖母山からは、時間があれば、庄司岳まで歩きたいと思います。行ってきます。この吊り橋を渡ると、本格的な山道になります。穴開いてんじゃん。去年は同じ5月の連休の時期に熊本県の阿蘇山に登ったんですけれども、なんかその後10月ぐらいに阿蘇山噴火して結構びっくりしました。今日は同じ九州なんですけど、ちょっと登ってみたかった祖母山です。結構山頂までは木があるので割と日差しは防げます。あ、クモの巣。うわ、だいぶ上がってきたんで、木の間からこう山の稜線がこう見えます。今日天気も良くていい感じです。山小屋到着です。
ああ、いや、のけ防止で、熊谷さんがあるって教えてくれたら、畳に畳んだから。まだ使ったら固定してください。はい、私も映った。次は、庄司岳に向かいたいと思います。結構一回下がって降りるみたいで道も厳しい感じです。気をつけます。